はい、こんにちは、太一です。今日もスタジオフォトレシオからお送りしております。ちょっと机直しますね。はい、ごめんなさい。はい、今日のお題はこちら、 EOSRP です。ドーン、はい、EOSRP、もうすでにね、開封の動画は上げたんですけれども、発売日にスタジオに届きまして、いろいろと使っております。で、詳しいその機能面とか、使い勝手の面とか、いい点悪い点なんかの総評はね、ちょっとまた後にしまして、まず皆さんが知りたい瞳 AF の仕上がり具合をね、今日はまず見ていきたいなと思います。で、今日は私の顔でやるんじゃなくて、女性のモデルをね、お呼びしておりますので、そのモデルさんを撮りながら、瞳 AF の出来がどうなってるのかっていうのを、見ていこうかなと思っております。最後まで見ていただけると嬉しいです。ではどうぞ。はい、というわけでございまして、 EOSRP のね、瞳 AF の確認、やっていきたいと思います。で、今ね、遠くに映っております、うちのスタジオのイメージモデルさんをやっていただいている青山さんです。はい、よろしくお願いします。はい、急遽来ていただきました。はい、ではやっていきたいと思います。まずですね、こちらの、RP、 ここに今 RP あるんですけど、 RP はまずワンショットの AF で、どういう認識ができるかっていうのをね、まず撮っときたいと思います。では行ってみましょう。で、皆さんは画面のキャプチャーも見ていただけますので、画面のキャプチャー見ながら確認してもらうといいかなと思います。はい、まずワンショットです。で、青山さん、ゆっくりと歩いてきてください。はい、画面確認してもらうと、これね、まず今瞳 AF 状態なんですけど、ここで顔認識が出ましたね。はい、まだ瞳のマーカーは出てないです。もう一歩前行きましょう。はい、あ、ようやく瞳のマーカーが出ましたね。もうちょっと明るくしようかな。はい、こんな感じですね。で、ちょっと左右に動いてみてもらってもいいですか。はい、で、画面から外れるとやっぱりね、出てきてしまうので、はい、結構追随はいいですよね。で、これがサーボだと、で、基本的には認識は、サーボもワンショットも変わらないと思うんですけど、問題は、これで AF は効いて、ぶどまりがね、どのぐらいあるのかっていうところかと思いますので、まず、じゃあ一旦下がってみてもらってください。はい、開始位置にも下がりましょう。で、設定を変えていきます。はい、 OK です。まずですね、 AF 動作をサーボにして、 AF 方式は顔追尾優先 AF で、瞳 AF するにします。で、サーボにすると、まずね、分かるかなと思いますけども、AF ボタンを押していると、ちょっとその場でですね、左右に移動してみてもらってもいいですか。はい、この AF ボタンを押している間中、追尾するということですね。はい、で、AF ボタンを押すと、はい、はい、いいですね。はい、ではですね、それでもう一回近づいてきてみてください。はい、で、瞳のマーカーはまだ出ません。今出ましたね。ここで出ました。なんで画面のどうでしょう、16分の1ぐらいですかね、に顔が入っていると、まあ、瞳が認識されると。で、ちょっと小幅に揺れ動いてもらってもいいですか。はい、結構ね、追随しますが、やっぱワンテンポ遅れる感じがありますよね。まあ、ないよりマシっていう程度だと思います。ただこれをやってる間はここに AF が合ってますので、では一旦ですね、もう一回下がってもらってもいいですか。で、このまま下がっていくと、で、顔認識に戻って、はい、で、全身全身全身、そこでストップです。はい、このぐらいの小ささでもね、十分に顔認識がすると。ではですね、これで実際に、AF で、これ今サーボ AF で瞳認識オンで高速連射モードになってます。で、近づいてくる青山さんを高速連射すると、どのぐらいのぶどまりで瞳にね、ちゃんとピントが合うのか。で、高速連射って言ってもこれね、秒間4コマもいかないと思います。はい、ゆっくりなんであれですけど、で、ゆっくり歩いてきてもらってもいいですか。はい、はい、まだ顔ですね、まだ顔ですね。
おっと、画面の方はね、すいません、画面の方は、止まっちゃうんですね。これちょっと誤算だったな。まあいいや。なんで歩いてくる途中の AF をね、顔認識で、瞳認識で、追っかけて撮影しました。はい、というわけでピントチェックをねしていきたいと思います。まず、青山さんがモデルさんがカメラ遠くからカメラに近づいていって遠ざかるところのピントをねチェックしていきます。で、これは DPP の、クイックチェック機能というのを使います。はい、ここまでですかね。でこれをですねクイックチェックしまして、でそうするとまあ、ここでね、AF フレームっていうのをね入れると AF フレームが表示されますので、これで追っかけていきたいと思います。まずねスタート地点はここです。で1枚ずつ送っていきますね。このぐらいですかね。はい、でこの最後の2枚は、この2枚はちょっとあの静止状態で撮ったので、一回削除しようかな。はい、ここまでですね。はい、でもう一回最初から見てみますね。はい、まあ、ちょっとね、あの中心でただただまっすぐ向かってくる被写体なので、ピント自体はちょっと分かりづらい、あの何て言うんですかね、当たってるか当たってないか分かりづらいんですけど、マーカーが大小してるので多少ずれてるっていうのはねなんとなく分かると思います。ただ、まあ、レンズがね F4 っていうところもあるので、支障がないレベルには収まってるかなという感じですね。はい、でこれをちょっと等倍で、ね、もう一回確認していきましょうか。よいしょ。はい、これが目にピントが合ってるところですね。これは十分ですね。はい、でここを戻っていきますね。はいはいはい、やっぱりこうマーカーがね、でこれはちょっともう目からは外れてる感じはしますね。ぶどまり的には7割8割ぐらいはあるかもしれないですね。はい、というわけでこれ意外とねちゃんと追っかけてますし、精度もいいんじゃないですかね。ただちょっとね明るめに撮っちゃってるんで、コントラストがあまり良くなくて甘く見えますけど、ピントはちゃんと来てます。そうですね、数枚あと被写体ブレもあるので何とも言えないところはありますが、十分じゃないですかね。はい、でこういう風なちょっとなんかずれてる感じがするものはやっぱり、甘く映ってますね。はい、とはいえ追従性もそんなに悪くないと思いますということですね。はい、まずね近づいてくる写真のピントチェックでした。じゃあですね、これゆっくりまた戻っていってもらって、それを撮ります。はい、もうねこの段階で、瞳認識が顔認識になっているので、もう いつもの EOSR とかとね変わらない状態になります。ではね次に、遠ざかっていく写真ですね。でここからスタートで、遠ざかっていきます。すいません、これねいきなり開始時点でちょっと目にピントが来てなかった状態で始めたのでそんなにあれなんですけど、で遠ざかっていくときは結構ズレが大きいような気がしますね。はい、じゃあ戻しますね。ここからですね。はい、じゃあこれを等倍で切り出していきましょう。これ等倍ですね。はい、遠ざかっていきます。
ちょっと甘いですねやっぱりね。これでも被写体ブレだな、ここはな。これはめちゃ甘ですけど、被写体ブレのような気がします。はい、うん、ちゃんと来てますね。これはあのちょっとかわいそうな写真になってる。ここは ボケてますね。遠ざかっていく時の写真は結構分かりやすくボケますね。これは完全にボケてます。はい、ではですね、じゃあ一回近づいてきていただいて、よいしょ、はい、もう一歩行きましょうかね。メールの、はい、これがでですね、ここでゆっくりと一歩ずつこういうふうに、はい、そうですね、それでちょっとそれを繰り返しゆっくり、何ですかこれは、反復横跳びですね。飛んでないけど、うん、その位置でいいです。はい、じゃあ行きますね。でこれで今追っかけてます、追っかけてます、わかりますかね。はい、でこれ、この今のね、四角の画角から外れるとなくなるという感じですね。で、瞳も右目と左目はおそらく近い方で認識してるとは思うんですけど、追っかけてますね、ちゃんとね。このぐらいの占有率、顔の、ね、大きさでも十分捉えるということになります。でこれでね、ちょっと連写してみたいと思います。で画面上はちょっと止まると思うのでご了承ください。いきますよ。じゃあもう一回お願いします。あ、物によっては使えそうですね。はい、 OK です。では次にですね、左右に揺れてもらった時の写真の連写をピントチェックしていきます。これもね、選んでクイックチェックで AF フレーム、はい、これね、もう初っ端からですけど、もう目から外れてますね。あと、まあ被写体ブレしてるっていうのもありますけど、はい、完全に置いてかれてますね。やっぱ左右のね、動きの大きいところはね、もう被写体ブレと、画像の認識のね、ズレが完全にこう、ピンと置いてってる感じですね。まあやっぱりね、この左右で動きが大きい、移動量が大きい被写体なので、どうしてもタイムシャッタータイムラグというかね、 AF とシャッターの間にね、タイムラグが起きてしまうというのは、まあ、否めない事実ですね。なのでこういう左右に振れの大きい被写体というかね、モデルさんの動きを追いかけきれるかっていうと、ぶどまりは半分ぐらいに、半分もいってねえかな、うん、ただまあ左右での動きなので大外しはしないって感じですかね。はい、はい、いやまあでもまあブレ量も大きいですしね。ただまあこんな被写体撮らないとは思うんですけどね。一応まあチェックとしてこういうふうな感じということですね。参考になるといいですけども、はい、左右の揺れに対してはこんな感じです。ゆっくりその場で回っていくわけです。はい。こういう動作ですね。はい。じゃあ、完全に横向きになると、顔だけ、そう。横向きになると、まあ、瞳認識はしない。ゆっくり戻して回るわけですか。はい。この、もう一回じゃあ、横向きです。はい。じゃあ、私がストップって言ったと思います。斜め45度ですね。45度ぐらいですかね。もう一回ちょっと戻してみます。はい。このあたりですね。なんで45度とか、もう一回正面に見てください。はい、OK です。こういう感じの瞳認識。まあ、正面顔から斜め顔ぐらいまでは見ますよということですね。じゃあ反対側見てください。はい。でこれで見ると、はい、じゃあまた戻して。やっぱね、近い方の目、ね、で正面
で、また反対側に、はい、こういう風な感じで、これね、今、サーボで、ね、戻しましょう。はい。で、もう一回、こっち側に。で、たまに目じゃないところに行きますけど、戻してください。はい、OK です。じゃ今ので、連射しておきましょうかね。連射モードに。割と、今の往復をもう一回やっていきます。あ、これはね、このぐらいだと使えますね。はい、ありがとうございました。このぐらい。では最後に、こう振り向きですね。で、おそらくこのシチュエーションがこの瞳 AF の最も使えるシチュエーションというかね、最も役に立つシチュエーションだと思うので、これをね、ちょっとまず一番見てほしいかなと、見たいかなと思います。で、ここは、移動量が大きくないので、もう等倍で見てしまいましょう。はい、目。これスタートここでですね。ちょっと画面暗いですね。まあいいや。はい。で、まず右に振り向いてもらいます。でこういう、なんていうんですかね、動きの小さい、いわゆるその仕草とかを追いかける分には、まあ、十分ですよね。これね、アスリートの、顔を追いかけ続けるのは、もしかすると、よさ RP では辛いかもしれないですね。もうちょっとこっちかな。はい。で、このぐらいから顔認識になっちゃうんですね。で、この左右の顔のね、どの角度ぐらいから、これまず前傾でやった方が良かったかな。まずは前傾で見ましょうかね。はい。瞳と、もう、まあ、45度よりちょっと深くてもまだ瞳はね追っかけ続けてますね。でここら辺から顔認識になっていくと。でまた戻ってくると。で戻ってくるときは瞳認識が効くようになるまでちょっと時間がかかってますね。正面顔にならないと捉えられない感じですね。一回食いつくと斜めぐらいまで、斜め45度ぐらいまでは追いかけてくれるという感じでしょうか。はい。なので、まあ、この距離で顔をね振っていくようなその仕草をね細かく変えていくようなシチュエーションでは全く問題なく働いてると思います。まあ、多少やっぱね左右の動きがあるんでズレ量はどうしてもね、今これ戻ってるんでちょっとズレが逆になりますけど、これ頭からもう一回見てみますよ。はい、まず右を振り向くのでちょっとマーカーがちょっとだけ置いてかれてますよね。ただまあこれはピンと合ってると言ってもいいでしょう。はい。でここから顔認識になるので、だここはね、目に来てるかどうかっていうとちょっと一応ねちゃんと、F4 なのでこれでもちょっと奥っぽくいってる感じはしますかね。はい。はい、で顔認識なので一応顔には当たってるということですね。やっぱどうしてもこのコントラストの高い奥側にどこに当たってるかな。そうですね、やっぱちょっと奥っぽい真ん中、マーカーの真ん中あたりにいってる感じはしますね。なので、これ連射で切っていくとそのシビアなねコンディションの撮影の時にはただ実用範囲だとは思いますね。はい、こんな感じですね。左右に振り返った時か顔の角度によって、顔認識じゃないや瞳認識のね、追従性はどうなってるのかっていうのを見てきました。はい、ではですね、これが静止画のサーボの AF でした。でこれ動画だったらどうなのかっていうところなんですけど、まあで動画でコンティニュアスで瞳 AF をどんどん追っかけていってもらうという感じをやろうかなと思いますので、一旦ですね、設定変えますね。
動画で AF 方式、AF、顔追尾優先で動画サーボ AF、瞳 AF するに今してあります。その前後の動きを見たいんですね。なんでちょっとですね、こう足を前に前後に広げてもらって顔を寄せたり下げたりっていうのをここで、はい、ちょっと前に出てきてもらって、それを下がって、うん、このその距離感でちょっと何枚か何回か行ってみましょう。じゃあまずはちょっと近づいてください。はい、ではこれでスタートします。はい、じゃあお願いします。はい、後ろ行って、はい、戻ってきて、でそれでちょっと左右に動いて、でまた後ろに戻って、はいはい、いいですね。じゃあ近づいてきてください。ぐーっと近づいてきてもらって、はい、で近づいてストップです。はい、こんにちはということで、はい、これでね、動画きれいに撮れてますね。はい、ありがとうございます。こんな感じです。以上、サーボ AF の瞳 AF の追尾髄について、見ていきました。この後ね、ちょっとサンプル撮影をして、サンプルの画像もね、Google ドライブかなんかでご覧いただけるようにしますので、ではさようなら。OK です。ありがとうございます。はい、いかがでしたでしょうか。 EOS RP の瞳 AF について見てきました。動画をねご覧いただいている方がまあ判断していただくのが一番いいんですけども、個人的な印象としては思いのほか良かった、まあ、70点ぐらいは上げてもいいんじゃないかなと思います。で、実際に連射を切った時のぶどまりも悪くないですから、実用度は高いかなと思います。そもそも連射が遅いっていうのはありますよ。そもそも連射が遅いっていうのはありますけど、このクラスのカメラとしては十分かなと思います。これを EOS R に載せた時っていうのがちょっと楽しみになりましたね。はい、なので EOS R のファームウェアがアップデートされたら、またね EOS R で今度は同じようなテストをしていきたいと思います。はい、今日のところは以上ですかね。EOS RP、RP に関しては設定とか新しい機能とかのご紹介をもう一本考えてますので、またそちらもねご覧いただければ嬉しいです。じゃあ今日は最後までご覧いただいてありがとうございました。また今度。